こはニューコスチューム。アコーナー183センチ、109.2キロ、フッサー風行き。手負いの格闘原人藤田和幸、電撃の高速タックルが決まるか。188センチ、101キロ、ミルトクロッカー。素足の辻斬りマフィア、蹴りの一輪挿し、ミルコ。さあ向き合った。猪木ボンバイへ特別ルール、5分3ラウンドインターバル2分、一本勝ちテクニカルノックアウト判定あり、延長はありません、マストシステムではありません。さあターミネーターと筋肉のロボコップの戦い、ファーストコンタクト気になりますね、桜庭さん。そうですね、1年4ヶ月前の戦いがよみがえる。またしても相まみえた第1ラウンド。左に回り込む藤田、狙いすましていくミルコ、左に回り込んでいく、ステップワーク、フットワーク、左ハイキック、その対策は十分か。藤田右のジャブで牽制、藤田がよく見ている。とにかく左に回り込む、狙いすました、左からの発砲、あのハイキック怖い、タックル容易にはいかない、タックルも乗れに売れろ、腕押しか、タックル切り、タックル切り、あの戦いがよみがえる。もう藤田は一人中心蔵の気持ちか、額の薄い傷、あれはエンブレム、そう前襟どてっぷら、まさに藤田平成の世の過激なセンチメンタリズムだ。距離を取っている、この距離、桜庭さんどうですか、藤田の。どっちもどっちですね、どっちもどっち、ね、ミルコ冷静に見てますね。おっとタックル危ない、膝が危ない、焦ってはいけない。サウスポーのミルコに対して効く対策は万全なのか。藤田相変わらず左に回り込んでいる。あのクロアチアのかまいたち、左ハイキック、あれを食らったらひとたまりもない。まだローキックも出していないミルコ、相変わらず距離を取って藤田左に回り込んで、ミルコ万全の動き、これを封じ込めようとしている。隙を見てタックルを狙いたい、しかしながらあの膝が怖い。おっと左の膝、これで威嚇している、藤田を威嚇している。徐々に距離を取って、おっと左、はい、危ない、倒した、はい、これは大丈夫ですね、大丈夫ですか、はい、浅かった、蹴りの一輪差し、ミルコ殺人ハイキック、これは怖い、ロー右のローを合わせていく、さあ牽制して自分の距離を作ろうというミルコ、藤田はその距離にはまってはいけない。さあミルコが出ようという体勢、狙いすましている、まさにミルコが冷血鬼のように徐々に藤田を狙おうという体勢、右のローを合わせていった。さあ藤田も牽制する、さあ自分の距離を保っていたい、動きを保っていたい藤田であります。一瞬の隙をついてタックルを狙いたい、左のストレート、藤田見ている、さあタックル、首を決めている、タックル対策取ってますね。ミルコ選手タックル決めるの前なので、もっと藤田選手あのヘッドとか使って行った方がいいと思います。はい、まあ、桜庭さんも戦ってみて、このミルコのですね、はい、総合格闘技に対する対策は十分ですか。そうですね、さあ横に回っ、サイドポジション取りたい、そうです、あっとパンチパンチ、右からのパンチ、サイドポジション取りたい、サイドポジション取る、お逆に、逆に足を絡めていく、低い体勢、下の体勢になったミルコ。さあ藤田が沈着冷静に攻めたい、この後マウントを取りたい、ガードポジション足を絡めているミルコ、ミルコの総合格闘技グラウンド対策はバッチリ。さあこっからどうするか、こっから藤田が料理できるのか、残りあと1分半第1ラウンド。さあギロチンチョーク気味に牽制していく藤田、当然サイドポジション取るかマウントですよね。そうですね、ただミルコ選手足を引っ掛けてるじゃないですか、はい、あの足引っ掛かってるとちょっと横に回れないんですよ、難しいですね。さあ体勢を崩していきたいのは上になっている藤田であります。藤田を捕まえる格好になって下になっておりますが、ミルコ
これは足を絡めて万全の体勢。さあこの絡めている足を振りほどいておきたい藤田であります。日本のボスザル発進か。残り1分を切った。闘魂一番に絞り第1ラウンドは小さく冷静にいくのか。聞き迫る戦いであります。さあまたパンチ側頭部、藤田を牽制する。下からここからなかなかサイドポジション、あるいはマウントを取ることができない藤田。さあ腕を絡めていくミルコ。逆にあまり無謀に藤田が入り込んでいきますとミルコの方が切り返すという可能性十分。さあ揉み合っている。パンチを下から小刻みに出していくミルコ。さあガードポジションがっちりと決まっている。ここから藤田なかなか攻めあぐんでいます。ちょっと状態を起こそうという藤田。足を切りたい、とにかく足を振りほどいておきたい。残りあと10秒切った。徐々にギロチン気味にミルコのスタミナを消耗していこうというひるむ隙を作りたい藤田であります。さあここで第1ラウンド終了のゴング。さあ第2ラウンド、5分3ラウンドの第2ラウンドが始まります。拳を軽く合わせた桜庭さんの指摘では、とにかくもうちょっとタックルを多用した方がいい、あえて突っ込んだ方がいいという、そういったアドバイスでありますが、解説でありますが、どうでしょうか藤田。相変わらずセコンドの指示通り、作戦通り左に回り込む。おっと右のロー、これは強烈。藤田の左の膝を捉えました。あのローをあまり食いますと動きが止まってしまいます。藤田徐々に徐々にあのローキック地獄から得意のスタイルに持ち込みたいのか。ミルコ殺人鬼ミルコ、なんとか完全決着を狙いたい藤田。さあタックル、これはちょっと曖昧だった。ミルコもすぐバックステップでかわしていきます。ミルコも本当によく見てますね。そうですね、だからなかなかいけないんですね。そうです、あの反応が早いんですよね。はい、恐るべき動体視力ミルコ、よく藤田の動きを見てる。またろう3発目、藤田が徐々に徐々にミルコの右からのローキック、これを食らい始めました。早くグラウンドに持っていきたいところか。電撃タックルを狙いたい藤田。うわっと4発目、この右のローの鈍い音、きしむ音が伝わってまいりました。黒を基調にクロアチア国旗のショートタイツ、ミルコクロコップ。うわっと5発目、さあさらわれて受けてタックル、タックルに行った。電撃タックル、ボスにした。この後ドントムーブか、そしてリスタートとなるか。ドントムーブ、リングの中央からリスタートであります。あのローあんまりもらっちゃいけませんよね桜庭さん。ちょっと今少し多分痛くなってきてると思うんですよ。そうですね、これくらいどんどんまた打てちゃうともっと痛くなって、足動かせなくなりますんで、はい。まあ、桜庭さんもダイナマイトで痛いほど経験しましたよね、はい、そうですね。さあここから勝機を見出せるか藤田。あえてあの強烈なローを受けて突破口を見出していった感があります。ガードポジションがっちりミルコクロコップ、この足のガードポジションを外したい藤田。マウスピース取れたかどうか。さあ小刻みなパンチでミルコの牙城を切り崩して本丸に乗り込んでいきたい藤田であります。ミルコの冷血鬼のような無駄のない肉体、そして精神力に切り込んでいきたい。ミルコの精神とスタミナが本丸だ、それを切り崩したい藤田であります。1年4ヶ月前の屈辱、今回は完全決着を狙っていく藤田。ミルコも下から応戦する。藤田がなんとかマウントかサイドポジション、体勢を崩していきたい。バッチリとガードポジション、ボディシザースのようにカニバサミが決まっています。顔面へのパンチでなんとかミルコの、ミルコに風穴を開けたい。ギロキジンチョーク気味、太陽を乗せていく。残りあと2分を切った第2ラウンド。古田さん、はい、ミルコサイドですがね、はい、相手は混乱しているはずだと、どんどん攻めていけと、で真ん中で勝負するようにと、隅っこに持っていかれないように気をつけろと、ただし第1ラウンドの最後のパンチが随分効いているぞと、そういう指示が出ています。そうですか、初田アナウンサーからミルコサイドのリポートが入りました。大体死闘筋
太いこの藤田の太もも、紫色に内出血、あざになっています。見るこの凄まじいロックドラゴン。あっと高いに変える、サイドポジションを狙うが、あっと左キックを狙う、村本でまだ分かった、九死に一生、顔面だったら危なかった藤田。サイドポジションを思い切って狙っていったジャンプ1番、ミルコは一瞬の隙も見逃さない。またしても紫色のところ太もも、またタックル、あっと正面から膝、ミルコの膝、これ危ないですね。フロントからそうですね、これあんまり食いたくないですね、はい、さあ藤田はどのあたり隙をついて持っていけばいいですかね。このままがガードになるのか、はい、もう自分から下に潜り込んでガードになっちゃうんですね。もうあとはね、先日の膝が飛び出してまいります。フロントからのスリーか、これで固めておいて、もう一度いたらフライ、藤田の脳天、頭を射程内に収めるか、ミルコクロコップ顔面、残りあと20秒。さあ藤田、首を決められているだけに、おっと膝、鈍い音、あともう一回顔面、そこ攻め、さあ藤田かわした、あと5発目6発目、残りあと7秒、藤田危ない、藤田危ない、かわしてる、振り子のように己の首をかわしている、振っている、第2ラウンド終了。ミルコが徐々に己のベースを作ってきた。最終ラウンド、第3ラウンド、左に回り込めという指示、正対してはいけないミルコに対して、鬼のようなミルコ、日本のボス猿藤田、勝機をつかみたい。ブライアン・ジョンストンも見ているセコンド、とにかくタックルを鮮やかに決めて、己のポジションを作りたい藤田。左、ミルコも見ている、あとは行くしかないという桜庭さんの解説。藤田はいつ飛び込んでいくのか、完全決着を狙う、まさに玉砕覚悟であります。1年4ヶ月前の戦いの鉄は踏まないと語った藤田。おっと左がいい、これをかわしていった、ブラサイ、さあこの隙に入った、やはりその隙に入ったか、また藤田対策、膝蹴り、ミルコうまい、2発目、あのハイキックをかわして藤田が飛び込んだが、それを読んでいたミルコ、3発目の応転、あえて藤田はそれを受けている、この体勢つらいですね。そうですね、フロントから首を決めて固定しておいての膝、徐々に藤田のスタミナ、やる気を削いでいこうというミルコ、太もものあざが凄まじいミルコのローキックを物語っている。さあ藤田、勝機をつかめるのか、残り3分半を切った、なかなか勝機をつかめない藤田、また振り子のように首を振る、これをどうかわせるんですかね。やり方としては立つしかないですよね。ただ立つ瞬間っていうのが一番危ないですよね。そうですね、やっぱりあとガードになるからですね、はい、だからなかなか立てないんです ね、 そうですね。ただそミルコ選手もここに体重かけてるんですよ、はい、あの藤田選手の頭の後頭部の方に体重かけてるので、なかなか立てない部分もあるし、ガードになれない部分もあるので。なるほど、また側頭部、下から側頭部のあたり、あの先日の膝蹴りの強化を蘇るか藤田。残りあと2分半少々となりました。またあの眉間に食らった戦慄の膝蹴りの恐怖がよみがえる。3万5674人一瞬静かになった。また見た、スタンディング、さあ藤田が突っ込むか、藤田が突っ込むか、ファイナルラウンド藤田が突っ込むか、さあ闘魂を絞り出せ藤田、さあ突っ込む、電撃タックル、またしてもタックルグリー、そして首を固める肩口のあたりを決めていく、また膝、徹底した藤田対策、
残りあと2分古田さん、はい、ミルコさんがこの状態では足を交互に使って両足で蹴っていけというシーンですね。それからスタンディングの状態では藤田の左足を狙っていけというシーンです。そうですか、立ってね、立ってよし寝てよしの状態になってしまいましたミルコクロコップ。藤田はなかなか勝機をつかめない。またしても膝の雨あられ、立てばローがやってくる。その隙に藤田は突っ込む。するとグラウンド、藤田対策バッチリ、首をフロントからチョーク気味に決めておいての膝、立ち上がった藤田、残り1分半を切った。右のフック藤田立った。スタンディングでもう一度狙うか藤田。キックが怖い、ローが怖い、ハイが怖い。藤田飛び込みたい。カウンター気味に決まった。なかなか入れない藤田、残り1分を切った。ミルコが徹底した藤田対策を取っている。藤田風穴を開けることができない。さあどうだ、残りあと45秒。藤田完全決着を狙っていったがどうなんだ。藤田風穴を開けられない。さあもう一度足にまとりついていくタックル、こいこいと余裕のポーズ。左の足に絡みつかんとしましたが残り30秒。さあ左のキックの威嚇、徹底した威嚇、藤田飛び込めない。飛び込めばタックル切り、残りあと20秒。さあキック、その仕草で威嚇する。シガが出てる、落とせろ落とせろ、もう一度パンチ。さあ藤田が右足に絡みつく、右足に絡みついていく。しかしながら対策を取っているミルコ、さあ藤田、藤田グラウンド、最終ラウンド決着つかず、最終ラウンド決着つかず。判定の結果を指します。ジャッジ西ミルコ、ジャッジ三宅ミルコ、ジャッジ小林ミルコ、予定勝者ミルコクロコップ判定勝ち。藤田ミルコ打ち砕くことできず、すさまじい鬼気迫る戦いであった。藤田はミルコを打ち砕くことができなかった。ミルコの徹底した沈着な攻め、藤田対策が功を奏した。藤田残念無念、目の下のあざ、太もものあざ、そして鼻血、悔しさが藤田の血として回っています。ミルコの判定勝ち。